しかしスリーポイントなければ効果が上がりません。今最高審判長の大山館長が、それにしてもアデミール・コスタも気合が入って3秒接ってますよね。さあ転倒戦2分間下段蹴りから中段、やや下がりました。アデミール・コスタ横蹴りのようなアデミール・コスタの蹴りですが、これは側頭蹴りになります。後ろ蹴り、中村誠選手としても第2回世界チャンピオンだという、はいはい、まあ、そういうプライドがあるだけにね、まあ、ミスミスとこの勝負を投げるわけにいかないと思いますよね。そうですね、はい、そして勝つと、はい、そういうつもりで戦い以外はないでしょうね。これは中村を中心にしてアダミルコストが回ります。あ、追いかけていく中段の突きです。くるっと体勢を入れ替えました。125番のアデミール・コスタ攻めに回っています。中村誠バランスを崩しています。気合を入れます。中村誠選手の顔の表情を見ていますと本当に穏やかな表情なんですが、普段もあまりこう冷静さを失うようなことはないんですが、これは顔面に入りました。しかし今日は3回戦、今日最初の試合でもだいぶ延長戦まで行きました。苦しんだんですが、はい、また入りました。顔面故意ではもちろんありません。アデミール・コスタも大したものですね。本当に好青年だと思います、はい、中村選手のいわゆる上段の突きを故意ではありません。もちろん弾みなんですが、本来ならば相手を志願したがるんですけどね、さすがに与えた自分のその腕も甘かったということで反省をしてるんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、どうでしょうか。中村選手に焦りが出てきたかどうか。あ、中段の突き、まさにこの差りつつあるといった感がしますね。どうですか。今大会は本当に大山さん予想がつけにくい。独走したと言っても過言ではないんですけれども、はい、何するものぞという気持ちで、はい、まあ、堂々とぶつかっていくのが非常に印象的。バッティングチーストム脇内智選手と三平慶二選手、両選手が登場いたします。さてこの試合を分ける、これも今回外国から日本に来ました堂山さん、この出身はイギリス支部長のスティーブ支部長です。あ、そうですか、はい、3分間の試合が始まりました。三平選手の右の手のひらですね、これ動脈を切ってますし、はい、そういうところに持ってきまして手の拳を痛めてますね。そういうことは試合の内側にどのようにこれは反映するかということなんですけども、先ほどまでの試合ではですね、その手の負傷をなんとかうまく足の蹴りでカバーしてますけれども、はい、まあ、この先の試合展開にどのようにするかということは非常に見どころだと思うんです。まあ、三平誠時代と言ってましたけども、その輝くようになってました中村誠選手が南米チャンピオンのコスタ選手に敗れましたけども、はい、その分をなんとかやっぱり三平選手に頑張ってもらいたいわけですけれども ね、 そうですね、またそれと同時にですね、はい、三平誠彼らに続く若手の選手がどん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 こういった大きい大会を続けて出てきてもらいたいものなんですよね、はい。三平選手の現在 の表情ですね、素敵な笑いといいますか、あれは昨年の出たということは、まだ今のところまだ心配ないんじゃないかなと思うわけですね、はい、
にもう勝負苦しいってよりもですね、勝負そのものをもう楽しんでるといった、そういうことすら感じるわけなんですよね。三平選手も今年28歳です。あの拳のことを僕は先ほど心配してされました。上段の後ろ蹴り、まあ、でも骨が折れても何しろつきまくるしかないですと、ああ自分はそれしか取り柄がないとはっきり断言してましたけども、そうですか。それが今の現在の三平選手をちょっとあの支える、まあ、精神的な要素じゃないかなと思いますね、はい、まさに根性の男三平と言いますけれども、三平選手からその根性を持ってしまっては今もう痛めている手ですね。そこら辺にですね、やっぱり三平選手の本当の燃える闘志、心臓というのを見たという気がしますね、はい。三平選手の教えも今回はこの東京体育館にたくさん来ておりますが、いわゆる三平さんが垂れ幕を持ってこの東京体育館を応援中、脇内が下がります。もう脇内選手もですね、もう三平選手の気迫に思わず後ろに下がらざるを得ないという、はい、そういう感じを受けますけども、ラスト10秒です。すでに三平選手が技ありを取っていますので、判定になりますと脇打ち、もうほとんど時間がありません。思わず線を仰いでしまいましたが、3分間、しかしそれにしても三平計上があります。そして B ブロックから三平が予想通り、そして C ブロックは松田明と松井翔平の対戦です。これは今日の試合の中でも本当に一番の見どころのある試合じゃないかなと思います、はい。まあ、先ほど、まあ、三平選手あるいは中村誠選手の後を担う選手、はい、これが両翼です。マット上の2人です。特にこの松田選手は昨年三平選手とマルチキルの5分の試合展開をしています、はい。まあ、そういうことが大きな、ね、一つの自信となって現れている。この 技は華麗ですけども、あ、足を痛めました、ね。もちろん急所狩りは禁じて、後ろから蹴り、おっと今ダメージがどうか。今は本来ならば技ありなんですけれども、蹴った松井選手がタイミングを崩しましたね、はい。まあ、それで技ありにはならなかったって感じなんですね。両選手ともに体重はほぼ同じくらいですから、この最後の延長戦になります。後ろ蹴り、これも大山さん、体重では決着をつけさせたくないですね。体重も大体ほぼ同じくらいだと思います、はい。まあ、痛も枚数もそんな変わらないんじゃないかなと思います。松田選手、今日どうしても今のまま現役時代はですね、はい、体重は乗ってないからいいんですけれども、はい、この先の一つの課題じゃないんですかね。そうですね。ちなみに体重は松井選手が68キロ、そして松田選手が78キロというのが深刻の体重です。いや、松田選手78キロ、松井選手が80キロになってます。80キロです、はい。この両選手の闘争本能は全く譲りません。中段の突きで、できればですね、双方ともに勝ってもらいたいですよ。足の毛ができれば両方勝ってもらいたいですね。最後の延長戦が終了いたしました。しかも特別ルールによる最後の延長戦、判定は赤が1本です。赤が2本出ましたか。いや、あの1本ですからこれ引き分けです、はい。引き分けですか、はい。ポイントにはなりません、はい。ただいま1本
赤が副審1本、主審のルック・ポーランダーさんが赤をコールしたんですが、やはり2つですね、2ポイントですから有効ではありません。東京体育館のお客様からはもう2階席も立水の余地もありません。大山さん、立ってご覧になっている方も出てますね。もう先ほど超満員と言いましたけれども、はいはい、本当にあのあれですね、もう埋まってる、空いてる席はないっていう感じですね、はい、あ、82キロ、82キロありますね、はい、78、そうしますと松井選手は申告の80キロだったんですが、ただいまの両選手の体重でございますが、ゼッケン80番の増田選手が82キロでございます。増田選手が82キロ、82番の松井選手は78キロでございます。松井選手が78キロ、体重差勝者扱い12枚、そして81番の松井選手は14枚、従いまして最終試合の枚数ともに松井選手は勝利を取りました。まあ、しかし内容的にはお互いに本当に立派な試合をしましたね。そうですね、はい、大山、はい、これも同時に加味せよと、はい、そういうことだったようですね。そうでしょうね、はい、水口投手を阿部ミールトスター水口俊夫選手とブラジルのアデミール・コスタ選手の対戦です。さあ、大山さん、試合はどうですかね。水口選手はですね、はい、若手選手の中で優勝候補の最有力です、はい、アデミール・コスタ選手は南米のチャンピオンです、はい、先ほど中村誠選手を第2回世界大会のチャンピオンですけども、中村誠選手を下しまして、来年に行われる第3回世界大会の本当の意味での前哨戦、はい、さて母国日本の運命やいかにと言ったのが、今度の大会を通じて、この試合を通じてですね、はい、判断できるんじゃないかなと思うわけです。先ほどのアデミール・コスタと中村誠選手の対戦は、まあ、世界選手権を見ているようだと、はい、ということなんですが、今度の試合はその前哨戦ということなんです、はい、もうそれ以上にですね、はい、この水口選手、間違いなく世界大会の一員として代表選手、今南米チャンピオンのアデミール・コスタ選手、どのような試合をするか、これはもう世界大会の本当の一コマを見ていると言っても過言じゃないと思いますよ。分ける主審が関川さんです。中段の突きアデミール・コスタ、アデミール・コスタ選手も1回戦が試合終わった後ですね、はい、終わった後に俺の出番はまだかと時間に聞いたらしいんですけども、このように緊張している選手とは思えないほどね、堂々と戦ってますね、はい、水口俊夫選手は石川県チャンピオン、将来の全日本チャンピオンを背負って立つ、まあ、そういう一角を担っている選手だろうと、はい、もう最有力と言っても過言じゃないと思います、はい、まあ、このアデミール選手、先ほどの中村戦でほとんどの成功を使い果たしたんでしょうか、まあ、それもありますけれども、やはりその水口選手の気迫、その技に襲われているといったのがこれは、まあ、妥当でしょうね。アデミール・コスタ、まあ、それ以上に水口が相手をこう飲み込むような感じで、確かにあの目の鋭さといいますか、この辺りは時々アデミール・コスタを圧倒しています。球団の付き合い、そして下段の蹴りを見せます。球団の突き、アデミール選手もしかしタフですよ、はい、そして後ろに下がりながらも、ただ下がるだけではないですね、今の感じあれは効きますよ。レフティー選手、あれ危険です、あんまり肩掛けるといけませんね、ボディ攻撃ですから、はい、神山の点では非常にあのマイナスになります。3分間の試合があっという間に終わってしまいました。前半は水口だったんですが、後半はあまり残ったが、赤が1本です。
もうこれが最後になります。2分間の延長です。距離を詰めて下段蹴り打ち返しました。コスタ上段を狙います。コスタそれに対しまして下段を打ちました。水口、お後ろ蹴り危ない、決まりました。どうか、あ今のバランスです。バランスですか。今の蹴りは、はい、最後に押すような感じになりましたから、はい、それによってバランスを落としました。しかしパテミールコスタも恐ろしい技を持ってますね。本当にあの粘り強い選手です、ね、はい、は脅威ですよね。本当に脅威です。まさにあの世界広しと言いますけれども、アデミル・コスタ選手、南米チャンピオン、今回初めて来ましたけれども、はいはい、このような選手がですね、今世界各国にうじゃうじゃしているということを考えますとですね、そうですね、来年再来年の世界大会どのようになるのかと今からもう心配、はいはい、しますよね。各地区の予選を勝ち抜いたり、あるいは推薦を受けて今回登場しております128センチ、いよいよ4人まで絞られようとしております。すでに三好、三平、そして松井とベスト3が決まっています。今まではこのコスタ選手はですね、我々にとってノーマークだった選手だったんですね。そうですか。この選手ですらこのような実力を持っているということは、今度の世界大会でも日本選手から相変わらず知らないと思いますよ。そういう意味で今度の大会、この若手選手ですね、じっくりと肌を通じて試合の内容を何か学び取ってもらいたいもんですね。多彩な技が出ます。アデミール・コスタ、水口も果敢に攻めていきました。さあほとんど時間がありません。水口が攻める、中段の突き前蹴り、下段の回し蹴りはアデビール・コスタ、さあ今太鼓が鳴りました。判定は白一本です。引き分けです。延長戦の結果は引き分けに終わりました。3回までの延長戦を行いました。3回までの延長戦を行いましたが、この後は体重の測定になります。それから試し割りの体重弱8ですね。乗り直しましたね、はい、申告体重申告78ですね、はい、はい、アデミール・コスタ選手は申告が80キロですから、水口選手相当絞ったみたいですね。そうですね、はい、74キロ水口選手の体重でございます。従いましてわずか2キロの差でございますが、ゼッケン97番、水口選手の勝利ということになります。いやー、際どい勝利水口。まあ、水口選手もこういう試合を経験したということは、はい、彼のためにも本当にプラスなんじゃないかなと思うんです。そうですね、はい、まあ、この先もどん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 こういう選手と戦ってですね、一つ一つの試合の中、前口俊雄選手、それが今年度第14回オープントーナメント全日本空手道選手権大会のベスト、いよいよ東京体育館準決勝戦が行われようとしております。準決勝戦は三好三平の対決、そして松井水口の対決であります。紹介してくれました千葉さんの
ジャパンアクションクラブ、はい、真田博之さんが中心になってやっておられましたが、そうです、ずいぶん極真の、ね、技が入ってましたね、彼も相当ね、2、3年前はね、はい、こんな青空変な、対戦をご覧いただきます。千葉さん、はいはい、まあ、三平選手はね、はい、2年連続チャンピオンで、そうですね、今大会3連勝を狙っていますが、まあ中村さんがね、惜しくも敗れちゃったんでね、三平さんのものじゃないかと思いますけどね。そうですか、そのあたり千葉さんとしてちょっと寂しい感じがしますか。そうですね、はい、堂山さん、はい、この三好と三平の対決はどうですか。まあ、三平選手今気力十分っていうところですね。なぜかと言いますと拳、今日の頭ではあれが開かなかったんですよ、今の組手ではあれ十分開いたり閉じたりしてますね、はい、あれを見ても完全に本人のですね、痛みそのものがもう消え去ったと言ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、その自分の勝負に対する執念がその痛みを消してると、はい、そういうことじゃないかなと思います。右手に包帯を巻いております。もう皆様、先ほど来の戦いぶりで、三平選手が非常に好調であるということはお分かりいただけたと思いますが、三好選手との対決、三好選手もなかなか根性を持っています。しかも三平選手が第1回戦で手に怪我こそしましたけど、実際のところ今まで来たことでスタミナの面においても今十分じゃないかなと思うわけです。まあ、この2人は昔からのこれは同僚といいますか、はい、この手の内をお互いに知り尽くしている同士の戦いですけれどね、まあ、その分だけ戦いにくいことはあるかもしれません。中でやはりこの両選手、その全てを出し尽くしての戦い方、そしてさらに延長戦になりますと、その持っているスタミナの、まあ、どのくらいの配分で戦ったらいいかというその考えは、堂山さん、全く両選手は考えていないような、そんな感じ受けますね。こういう戦いぶりになりましたら、そこまで考えている余裕はないですよね。もうおそらくこの2人はですね、勝つのか負けるのかといったこの勝敗そのものが頭の中ないんじゃないですか。はい、あ、来ましたね、今のこれ正面の蹴り、来ました、安定の見事な中段蹴り、技ありです。延長戦に来てついに三平が技ありを取りました。下段から上段に蹴りを入れました三好、しかしうまくブロックしています三平。もう30秒しかありません。堂山さん、だいぶこれは三平選手が有利になってきました。もう本人はもう先ほどから見てますと手の怪我なんかも忘れてますよね、はい、今日の朝の会った時のあの表情、痛々しい表情、まあ、握ったきり開かなかったわけですよ。そうですね、今見るともうほとんど何でもないような感じですね。しかしあれだけの怪我を乗り越えるだけの精神力というのはやはり真似しようと思っても真似できないもんですよね。ほとんど時間があり、三好がだいぶ苦しくなってきました。今技ありを含めて5対0完璧な三平選手の優勢勝ちであります。ついに3です ね、 そうですね、お互いに鍛えてますからね、はい、ちょうど今先ほどジャパンアクションクラブの千葉さんの門下生であります真田博之さんが演舞終わりました。汗びっしょりの感じで、放送席ですが、どうもご苦労様でした。どうも恥ずかしいものそれから隣に塩見悦子さんも来ていただきました。まあ、塩見さんも本当にこの女性としてですね、こういうアクションクラブの中にありまして、大スターということで、こういう演舞を見てまず塩見さんからお話を伺いたいんですが、はい、やはりもっともっと勉強することというのは奥深いというそんな感じもしますか。そうですね、特に私なんか女ですし、その映画でやってるのっていうのはなんかこう見せるだけのみたいなのがあるんですけど、
ぱりパワー空手ですし、こうやって見てると本物っていうのはっていうのを勉強させられます。そうですか、はい。さて真田さんの方は汗が引きましたでしょうか。大丈夫ですか。もうどうも、はい、素晴らしい演武でした。松井と水口の対戦。もう一人の決勝進出を決めます。堂山さん、はい、この松井と水口の対戦、非常に興味があるんですが、もう1分経過しました、はい、もうあっという間に過ぎる感じで81番が松井です。しかもこういう場合にお互いに互角に戦い、試合運びを展開するというこの経験が何よりも大切なことなんです、はい、先ほどやりましたやはり石川県の、松田選手ですか、松田選手、松井選手、この水口選手、こういったことで横の一つの連帯感ですかね、はい、あいつがやれるんだから俺もできるんだという、そういったまた自信にもつながるものなんですね。一人が伸びれば必ず他の二人も伸びると、まあ、そういったことが非常に大切じゃないかなと思うんです。準決勝戦、三平選手がすでに三好を破りまして決勝進出を決めています。もう一人決勝進出は果たして松井か水口か。例えば先ほどありましたあのやはり石川県の松田選手が、はい、昨年の大会では三平選手とまるっきり互角 の試合運びをやりましたね、そういったことが今度 の決勝戦で、まあ、どちらが勝つか分かりませんけども、まあ、どのように影響するかというのが一つ見ものだと思うんですよね、はい。下段の蹴り、そして正面の突きはゼッケン81番の松井、19歳です。画面左の水口が22歳です。今3分を経過しました。さあ判定になります。判定お願いします。当然引き分けです。延長の2分がこれから始まります。この準決勝戦、千葉真一さんとジャパンアクションクラブの真田広之さん、そして塩見悦子さんに、特別にあのお忙しい中時間を割いていただきまして、一緒にこの試合ご覧いただいているんですが、なかなか真田さん、はい、試合がですね目を離せないもので、真田さんのお話なかなか聞けないんですがね。本物に勝るものはないですから。先ほどの真田さんの演武も堂山さん、素晴らしい演武でしたよね。そうですね、あの世間の空手ファンがですね、ああいう一つの格好を見てあの表面上の格好だけ真似しようと思うんですよね。しかしああいったものはやはりきちっとした基本ができてからこその演武であって、まあ、その点を他の人たちがですね、あのきちっとしたその土台があってからこその技なんだという認識を持ってもらえたわけなんですね。ただ表面上の動きだけを真似したがるんですけども、それをやるためには非常に苦しい稽古が必要だってことを我々は想定みたいですね。そうですね、まあ、そういう点では千葉さんももちろんそうですし、真田さんもそれから塩見さんも。水口選手は72キロで体重としては6キロ少ないですね、松井選手よりも、はい。下がりです。中段の蹴り、上段の突きを見せます。さあ動きが激しくなった。1分を経過しています。残り時間は手元の時計では45秒。
バランスを崩しました。足蹴りを見せました。松井が出る。球団を引く水口。両者もそれました。ほとんど時間がありません。今延長終了です。さあまた一人。76キロでございます。76キロですか、はあ、そうしますと体重というのは本当に汗をかくと減りますけれども、はい、先ほどの計量よりも2キロ減っています。97番の水口選手の体重は72キロでございます。72キロ、4キロ差、水口が決勝進出であります。松井選手が14枚、そして水口選手が17枚ということでございますので、この試合は負けた松井選手もですね、勝った試合からよりも負けた試合からもね、やっぱり緊張しますね、はい、でも選手の方はもっと僕以上に緊張してるんだと思うんですけど、そうですか。さあ塩見さん、塩見さんの場合も、まあ、ものすごい立ち回りをね、私たちに披露してくれるんですけれども、はい、怪我とかそういうのは頭の中でああいう紹介されました。3年連続優勝を狙います。三平慶治選手、画面右、そして水口、双方とも気合十分ですね、はい、三平選手の表情がちょっと変わってると思いますよ。相変わらず痛いらしい表情の交代ですが、全くそれはもう考えに入れなくてもいいでしょう。中段の気合です。水口選手もボールの中で気合が入ってますね、はい、強烈な気合です。三平選手を痛めている手、それが非常によく動きます。中段についていきます。これです。そして下蹴り、下段の回し蹴り、試合前にもう手がどうなっても構わないと、自分の取り柄はこれしかないと言ってましたけれども、その言葉の通りにですね、痛めてる声を気にしないでどんどん決まってますね。逆に痛めている上で何かこう一瞬打っているような感じがしますね。水口選手も非常に度重なる延長戦で、まあ、体力的には非常にこの消耗していると思いますけれどもね、やはり若手を代表する選手として十分に強度の試合だと思いますね。28歳の三平三段、22歳の水口二段、この両者の決勝戦、中段の突きです。上突きを見せます。怪我をしている手、全く両者ありません。三平水口を下段の蹴りです。そういうことではなく、はい、やはりあの、こういった選手に、ね、嫌った後でですね、
あのダメージっていうのが次に戻ってるのがそうだっけ、後ろ回し蹴りは3体です。大橋主審が9オーバーに戻します。64番の三平、そして画面左の水口、後ろ蹴りを見せます。これを完成です。三平、三平選手の決定いたしました。と思いますけれども、やはり三平選手のこの印象というのはですね、やはり前に言いました、自分の手がどうなっても構わない。これが三平選手の決定いたしました。それではもう一度三平選手、優勝した三平と好勝負を展開しました山岡哲樹選手、そして関東賞には堂山さん、はい、アデミール・コスタと松田明が入りましたね。もうこれは2人当然だと思いますよ、はいはい、さあ